実にいい。あら、具体的にどのあたりがよろしいんですの？なんというかこの…ラクス、いつ入った？ここは俺の部屋だぞ。はい、ちょっとバルトフェルト隊長にお尋ねしたいことがあって、お声をかけても気づかれなかったようですので、勝手に入らせていただきましたわ。ああ、そうか、そいつは失敬。何を夢中になって見てらっしゃるのかと思いましたら、あのラックスくらいのライブ中継ですのね。え、いや、そう、何事もまず敵を知ることが第一だからな。まあ、さすがバルトフェルト隊長ですわね。日頃はのんびり構えているように見せかけて、実はこうして密かにあの替え玉さんの研究をしてらっしゃったなんて。趣味を兼ねてだがね。何か？いや、それにしても大層盛り上がっていますわね。会場は皆さんこういうアレンジがお好みなのかしら。そのようだね。若い連中にはこういうのがウケるんじゃないかな。ちょっと見てくださいます。静かなこの夜にあなたを待ってるのこんな感じかしら。いやいやいや、もっとこうポップな感じだろう。ああ、これまでの俺の地道な研究によるとだがな。ポップですか？いやだから、もっとこう裏のリズムに引き込まれるというか、16ビートだろ。16ビートですか？そう、ダンスのノリだよ。ちょっと待ちたまえ。まあ、これは先日ニューリリースしたばかりのシングルですわね。研究のために取り寄せた資料でね。ほら、テンポはこう。これが16ビートだ。はい。計算じゃなく、どこかこうグッとくる温度感が必要なんだ。つまりそれがポップさというものだよ。ちょっと分かってきましたわ。だいぶ良くなってきたが、まだまだだな。まあ、どこがいけませんの？動きが硬い。もっとコケティッシュに、チャーミングに、ピッチピチのキャピキャピや。キャピキャピ、いやですか？そう、これを見たまえ。映像データだ。まあ、これはファンクラブ限定販売のビデオクリップじゃありませんこと？これを手に入れるのは並大抵の苦労じゃなかったが。さすがですわ、バルトフェルト隊長。素晴らしい情報収集力ですわね。こんなこともあろうかと思ってな。それでこそ砂漠の虎ですわ。それより見るんやラクス、この動きこれや。ええ、これこそがピッチピチのキャピキャピですのね。せーや、やってみ。こうですの？あかあかん、もっと腰入れて。手はこうや、こうこうですね。ああ、そうそう、それや。今のでファンのハートをがっちり掴んだわ。ばっちりや、よう頑張った。ありがとう、バルトフェルト隊長。あなたのおかげですわ。バルトフェルトさん、こっちにラクスが。え？なんで手を握って見つめ合ったりしてるんですか、二人。キラー、ちょうど良いところへ。そうや、キラー。お前も座ってみるんよ。え？バルトフェルトさん、なんかなまってません？私たちの血と汗と涙の結晶を見てくださいな。ラクスも。静かなこの夜にあなたを待ってるの。ラクスが、何その振り付け。うわ、ウインクしてるし、こっちもノリノリだし。何、何が二人に起こったの？優しくなったね。完璧や、ほんまそっくり。いや、そのものや。いや、あっちが偽物なんじゃ。だってまだなんかなまってるし。嬉しいですわ。私慣れまして、ピチピチのキャピキャピに。ピチピチ。おお、素晴らしかったぞ。どうだキラ、見てくださいました？キラはどう思います？僕は、ええ、うん、
元のままのラクスの歌い方が好きだけど。え？てか、なぜラクスがあのラクスの真似なんかしなきゃならないの？それは、なんとなく皆さんあちらの方がお好きなのかしらと。僕はラクスがいい。いつも凛として静かだけど強い、そんな今のままのラクスがいいな。他の人なんて気にすることないよ。僕はありのままの君が一番いいと思うから。キラね。そうですわね。ありがとうキラ、お気持ちはよーくわかりましたわ。よかった。ではバルトフェルト隊長、貴重な情報ありがとうございました。これで失礼いたしますわ。あ、いや、お役に立てて何よりだ。ええ、本当に。ではキラ、行きましょう。うん、失礼します。せっかくだからレコーディングしときゃよかったかな。要はもうよかったの？バルトフェルドさんに。ええ、もう済みましたわ。これでいつでも入れ替われますわね、あのラクスクラインとも。え？ラクス、何か言った？いいえ、こちらの話ですわ。